一応9度なってました。えー、ああ、そっか。今日は、えー、午前8時の段階でもう22度あるというね。そうです、ねえー。沖縄裏添えです。はい、まあ。この裏添えの球場はご存知の通り東京ヤクルトスワローズがね、うん、キャンプ地として使ってますが、はいはい、周りはかなり大改修行われてますよね。そうなんですよ。うん。今球場来るまでに駐車場からだいぶ時間かかりますからね。はい、ぐるっとね今回ってこなければいけません、ねえー、まから。そ ブルペンも今、改装中でありますしね、うん、この辺りの施設がかなりガラッと変わるというこね,ね。で今日はなんか近くで、あれですかね、保育園の運動会もやってるみたいなあ。やってました。ね、あの普段東京ヤクルトスワローズが室内練習場で使っているところがですね、<笑><笑>うん、保育園の運動会になるというね。うねだから人のの群れれれににに紛紛ててて今日見に来る、歩、ね、い、うん 行ったら保育園の運動会につきますので間違わないように気をつけど、ねえー、まあ,あのヤクルト、まあ、プロ野球のねチームがキャンプで使っていない間はね地元の人たちの施設になりますもんねそうですねいった普段ね、えー、野球が要は秋の段階終わるとなかなかね野球がもう できないという状況になりますけれども、うん、その中でこの空いた球場をしっかり使うことができるというのは素晴らしい取り組みですよね。うんうん、そうですね。うん。外伝中継なんかは相当需要があるんじゃないですかね。そうですね。<今>まあそしてですね、今日は天候が少し心配されましたけど、どうやらゲームはね、うん、できそうですね。いや、ハンサム中田さんは晴れ男ですね。はいはいはい、そうあもうそれは一番ですね。えー、え、もう雨男の汚名を着されてしまうと僕ら。 仕事が上がったりなのでイベントとかのねお仕事をさせてもらうので、もう晴れ男です。あれ今日は相方さんはどうされてるんですか。えっとまあまたあの別の仕事があって、今日は別々で。そうですね。結構別で仕事することも多いですね。やっぱり長田さんは野球での現場が非常に多い、スポーツ現場も多いですか。どうですか。全然そんなことないですね。あのそういうのをすごいだからジャパンウィンターリーグで野球に携わらせてもらえるのう嬉しい。ああそうですよね。 さあ、これからいよいよゲームが始まるということになりますが、先攻がサンズ、そして後攻がブレイズです。今日は先発がブレイズは榊原元樹投手が先発マウンドに上がります。サードには片山智哉そして ショートにはブレインク選手が入るという、まあ外国人選手が入ります。うん、まあ半分ぐらいがですね、中田さん、うん、もう今日はスターティングメンバー外国人ですね。そうですよ、ね。ええー。これもジャパンオリンピックの特徴ですよね。そうですね。セカンドはジャン選手。そしてファーストにはピアーズが入ります。センターに野尻が入って、そしてレフトが佃ライトに松尾健一が守備につきます。受けるキャッチャーは片木康成選手がスターティングマスクということになります。 どうですか今シーズン、ご覧になっていて、レベルということに関しては、中澤さんのメディア、どう映りま相当だから、前回も、こういう社会人の人たち、えー、すごいレベルの人たちも来てたと思うんですけど、うん、それに増して、海外が来てるんで、うん、あそうですね。そで総、選手層自体も増えてますしね、ま去年が60人台ですけど、今年は100人を超える参加者ということになりましたからね。うん 2倍近くですよ、ね。はい。ブレイズは。スタメンライトが2人いますもん。九が二個あるんですよ、ね。マスオとジャンが、ね。エクスクリームですよね。<laughs> ブレイズの。九番。あ、ジャン選手はセカンドですから。<う>え。そうですね。<う>この放送を通して気づいていただけるかどうか。うん。そうシフトじゃないんです、ね。あ、そうですね。はい。 セカンドがジャンそしてライトのポジションに松尾選手がつくということになっていますバッテリーはマウンド上の榊原を受けるキャッチャーが片木ですゲームはこれから1回の表に入ります先攻はサンズ1番ライトの小口がまずは右バッターボックスに入ります前回配信したとはいあの 先発の坂木原投手も配信、ええ、のゲストだったんですよ。あ、そうです。そうなんですよ。で、一緒にずっと喋らせてもらってたんで。はい。ちょっと応援したいですね。どんなお話をされてました？あの K-pop が好きって言ってた、ね。あ、そうですか。ブラックピンクが好き。あ、ブラックピンク。なんか横からなく。今をいく感じですね。そうですね。ええー、まずは初球です。うん、うまく抜いてくるボールから入ってきました。113キロの変化球です。 今度は外ストレート。これは135キロまっすぐです。まっすぐ力あるんですね、えー。非常にこう、ピッチング方もまとまっている感がありますね。最後の所属チームは、群馬ダイヤモンドペカサスです。各チーム、自分たちは所属しているチームのユニフォームを身にまとっています。まずはショートです。あっとこぼした一塁かけとけました。投げることはできませんでした。どうん、お手たまして。そうですね。昨日の夜、少しね、雨が落ちていたという、こちら、浦添えです。うん ただ、今年の沖縄はまた暑い、暖かいということで暑いですね。暑いですね。昔と比べて、この12月も暑くなってますかそうん、まあでも、そんな感じじゃないですか。クリスマスの沖縄はもう半袖ですから、ね。あ,あそうですか。はい、今日は。今日僕、半袖、半ズボンですね。中田さん、はい、半袖、半パンですね。そうですね。さあ、ノーアウトランナー、一塁です。バッターボックスには宮崎修太が入ります。 初球から狙っていきましたがライト、ライト線ファールゾーンを追っていってあっと来ました、うん、落下点には入りましたが落ちましたちょっとグラブに触れた感じでしたねさら、うん、少し見づらい状況にはなっています、うん、風は緩やかにレフト方向に流れているという浦添の球場です結構、まあ、高台丘の上にありますが風は舞うんですよねこの球場、うんうん マウンド上の榊原元樹投手は前回の登板は12月13日の水曜日でした2番手でこの時は4回からマウンドに上がりました3イニングを投げて3失点だった前回の登板ですストレート132キロですファーストランナーは先ほどショートゴロエラーで出塁した小口ですバッターボックスは宮崎 落ちるボールです。いやこのボール非常にいいボールですね,いいですねこの宮崎選手と榊原投手が同い年って言ってましたね23歳のプレーヤーですね、うん、さあ関東ワインドツーとマウンド上の榊原が追い込んでいます外ストレートは133キロという球速表示です 結構ユニフォーム見てても、風でなんか覚えてるかじなかなりはためいてますね。うん、はい。これ強いかもしれないですこれ一気一塁はセーフです。今、風は強くレフト方向へ流れています。ファントはツーエンドトゥノーアウト、ランナー、一塁。ランナー、スタート切りました。インコース、ストレート、キャッチャー、二塁送球ですが、スライディング。終足を生かしてきました。いや、相当スピードありますね、うん、小口選手ね。 カウントは3ボール2ストライクです。小口は智弁学園出身のプレイヤーです。社会人はホンダ所属。キャッチャーは真ん中やインコースよりか。変化球最後は手が出ませんでした。見逃しの写真です。最後も中田さん変化球でしたね。変化球ですね。うん。いいですね。 フルカウントから最後は変化球を選んでいきましたバッテリーですさあワンアウトランナー二塁となります立ち上がりが難しいって言ってましたけど、はい、ああそうですか、うん、もう今のところいい調子な感じでね。うん、まね、あ、前回の登板は中継ぎでの登板でした、うん、今回は先発でのマウンドセーフティー三塁線は左に切れていきます3番のロペスですが初球セーフティーバントです 外国人選手の全体的なレベルは、今シーズンご覧になってみて、いかがですかパワー、すごいそうですかなん。ホームランの時のこの乗れる感じとか、すごいバッ、ねええ、ターボックスにはトライアウトリーグから、今日はアドバンスでプレーをするという、アンマペドあロペスです。あとこうキャャッチャーファールではありませんか セカンドランナーは三塁進塁です。これは空振りでツーストライクとなりました。内野4人はバックホーム体制前に行きます。2球で2ストライク。 ショートへの頃、ショート正面、サードランナーを形成して一塁送球です。これでツーアウトランナー三塁と変わります。まあ、やはり変化球は相当自信あるようですね。うん。うん、ショートも今、さっきちょっとエラーしちゃいました、ね。えー、ちゃんと取って投げれたんで。はい、落ち着きましたね。ねショートはブレイクです。さあ、これでツーアウトランナー三塁となって、バッターボックスには四番のガーナーです。 トライアウトリーグからチーム所得を狙うのがオレンジのユフォームを身にまとっているプレイヤーです。このガーナーもその一人。初球を変化球縦に落ちるボールから来ました。ノーアウトランナー一塁からツーアウトランナー三塁です。インコースへのストレート素晴らしいボール136キロです。 いやー素晴らしいボールですねインコースへのストレート初球は外変化球2球目はインコースへのまっすぐキャッチャー今度も内に寄りますこれもインコースへのストレートは135キロさあこれで追い込みましたまあコントロールに関しては非常にね自信を持っている感じがありますね 真っっぐの変化球もどちい,、ね、いいですね <laughs> 身長は175センチ体重が79キロという今日先発の榊原ですあいいさあインコースのまっすぐで追い込んだ後キャッチャー低め要求変化球、空振りの三振<ん>見事にピンチを出しました 2アウトランナー3塁のピンチを招きましたが後続を立ちました初回今日先発の坂木原ゼロを刻んでいます <music> 今日の一戦は県政界プレゼンツでゲームが行われています。2年目を迎えたジャパンウィンターリーグです。このゲーム、放送席ゲストにはお笑い芸人さん、ハンサムより中澤健太さんをお迎えして実況は田中大輝でお伝えをしています。さあ、中澤さん、初回、1回の表を見た印象いかがでした、うん、まあエラーは出ましたけど、ね、ま、うん、んか閉まってますよね。いや、そうですね。一回がちょっとピリッとしたから。うん、いいですね。はい。 まあね、ノーアウトランナー、一塁、エラーで出塁したランナーでしたが、見事に榊原投手が抑えてくれましたね。榊原、ねうん、さんはもう、配信で一緒にしゃべってたんで、はい、本当に、紹介からもだいぶ感情移入しててました、うん。思い出ありましたか。ありますね。野球選手はもうず、もういつも時代もずっともう憧れの選手ですから、ねうん、中田さんも球児だったんですか、うん、少年野球児。僕はもうあの、中高はバレーボール球児ですね。あ そうですか。はいまあ、沖縄は、ね、バレーボールも盛んですからね。ね西,原西原高校、有名ですね。ちょっと大きな白いボールになりました、ねああ。若干、もうかなり大きくなりましたね。はい、さあ、マウンド上にはサンズ先発の高橋翼投手です。初球は128キロのボールから入ってきました。バッターボックスには1番セカンドのジャンが入ります。後攻はブレイズ。 インコースや高めですが外れています。ジャン選手は、ええ、あの最年少でし、うん、えっとアドバンスになくはっははいましたけどね、はい、もうみんなに可愛がられてるみたいな、ね、馴染んで。スイングに行きましたがファールですかなり馴染んでますかそうみたいですね韓国の選手でえええー、今年から徳島の独立移ぐ、うん、インディゴソ業といいはい日本にやってきて挑戦をしている、ね、というプレイヤーですよね。うん さあカウントは2ンド1バッティングカウントです日本の野球は守備のレベルが高いっていうああ<ー>そうですか,かソウルの高校から日本挑戦の19歳です最年少プレーヤーカウントは2ンド 2, 2高めの変化球やや浮いてスリーツーまで来ます さあフルカウントの勝負です非常にスピードのあるバッターです一番のジャンまあね、韓国のプロ野球 KBO そのまま目指すのではなく一旦ね日本の独立リーグに挑戦するというパターンもあるんですね、うんうん、徳島のインディゴソックスでプレーをしていました今シーズンです180センチ84キロのプレイヤー 少し泳いだあたりです。セカンドかファーストか、ライトか、セカンド落下点です。はい、セカンドのブロードが取りました。まあ、このあたりもね、各国の選手、言葉が違いますから、コミュニケーション難しい部分ではありますよね。 レッドルックスは2番のビアーズです。初球が狙っていて、師匠というの強い当たりのゴロです。警戒に捌きました。一塁送球。見事なプレーです。2>, 2アウトレイランナーがありません。 先ほどはショートの鈴木がさばきましたヤリバッターボックスが3番の野尻です初球縦のカーブから入ってきますまあ社会人野球チームのプレイヤーたちも選手権が終わった後普段はねゲームがない時期にこのジャパンウィンターリーグに挑戦するんですねうん、うん これストレートは130キロ台。公式にこういう理由ができるとね、実戦がまだ続いてるので、うん、そうですね。すねここでまたレベルアップをしてね、うん、次の年を迎えることができます。カウント、ワインドワン。フォークボールですが、低めに外れてカウント、ツーボール、ワンストライクです。今度はキャッチャー、インコースより。 やや詰まったあたりかサードが落下点ですこれで3アウト立ち上がり高橋が見事3人で打ち取っていますブレーズとの3と1戦はゲームはこれから2回へと向かっていきます国立に引っ越した夫の働き方が変わり都心から少し離れてみた慣れない生活への不安はあるけれど 子どもたちのこんな笑顔が見れるならここもいいかもしれない新しい生活をこの場所から安心の家賃保証はあなたに私たち「デル・カンパニー・リミテッド」は沖縄市にオフィスを構え沖縄市を中心に不動産事業飲食事業 宿泊事業酒類販売店など多岐にわたる事業を行いお客様従業員当社に関連するすべての人々が幸せになることを第一に考え地域に密着した企業として成長を続けてまいりますルカンパニーリミテッドジャパンウィンターリーグ 9時プレイボールのゲーム、サンズとブレイズの一戦をお伝えしています。ゲームはこれから2回へと入っていく、うん、ANA ボールパーク浦添です。まあ、こうやって中継もね、行われて、中田さん、まあ、いろんな方がね、見ることができるという時代が、この12月の後半に入ろうとする中でね、うん、野球を見ることができる年になりましたね。うーん。どうも たくくさんんの方が見てくれてれるんでですすかねいやそう前回もね、今日は無料での配信で見ることもできるという方がいらっしゃいますから、かなり多くの方が前回も見てくださったという、このジャパンウィーターリーグです僕もね、ジャパンウィーターリーグ2年目ですけども、はい、こうやってたくさんの人見てもらって、どんどん,なんか知名度が上がってきたら嬉しいです、ねうん、いやそうですね、まあ、ヤクルトのキャンプ地で、ね、プレーすることができるというのも経験、非常に大きいですよね。う,よう,ようん さあ、ゲームはこれから。二回の表へと入っていく裏添です。バッターボックスは背番号八番のプレイヤー。ガーナーが。左バッターボックスに入りました。失礼、松尾選手がバッターボックスに入りました。あ、三時の四番ですから、ええ、鈴木選手ですね、失礼しました。五番の鈴木から始まるという。この二回の。表です。 か独特の構えですね。<laughs> うん、初回、ランナー一人許しましたが後続を絶ったというマウンド上の榊原。ライト線は右に切れていきます。 なんとワエンドツーマウンド上のサクキバルが追い込んでいます。変化球で追い込んだ後のボールです。まっすぐサードへに登るです。軽快にさばきました。一塁送球。うん、あ、本当こう、変化球が非常に安定しますね。うん。先頭の鈴木流星をサードゴロに移りました。 そしてバッターボックスにはヤングブラッド選手がバッターボックスに入っています初球はストレートピッチャーの強い当たりうまく捌きましたコー<っ>フィールディングですマンド場の坂木原です怖そうでしたっうんいやバッターボックスのヤングブラッド選手も力はありそうですねそうですねうん 元かもネクネクしいや、そうですね。ね力感抜群でしたね。一緒に見ていてもね。ねさあ、このイニングは簡単に2アウトを取りました。今日先発の榊原です。うん、バッターボックスはストリール着選手が左バッターボックスに入っています。 キャッチャー二球目は外より低めのストレート百三十五キロまっすぐです。ここも二球で追い込んでキャッチャー今度も外角よりストレートか変化球かまっすぐ。今日はまっすぐ最速は百三十六キロというマウンド上の坂木張です。 ホロイニングは鈴木ヤングブラッドと簡単に2アウトを取ってバッターボックはストリールチャック変化球手が出ませんでしたこれもうまく抜いてくるボールでした素晴らしいピッチングでしたこの2回3人で打ち取っています <music> ゲームはこれから2回のライト入っていくジャパンウィンターリーグサンズとブレイズの一戦です。どうですかね。今日はこの前半戦は中田さん、うん、まあ締まったゲーム当選になっていきそうな雰囲気ありますね。そうですね。僕が前回出た試合が十<で>何点とか取ってたんで、あ、そうです。結構ありましたね。荒れって,ってたんで、はい。まあまあ序盤まだ序盤ですけどね。うん。どうしてですね。そうですね。うん この回先はブレイズの4番松尾から始まります。非常に力がありそうな構えです。マウンド上高橋初球、外ストレートから入っていきます。初回は3人で見事に打ち取りました。マウンド上高橋。2球目は外へのカーブです。 少し泳いであたり、左中間方向ですが落ちました。レフト前です。ちうどいいところ、えー。両チーム通じて初めてのヒットということになります。いいな。子供たちがうん。いろいろボールをやったりとか、えー、やってますけど。楽しそうですね。顔が。ワクワクしてる。本当ですね。小学生、ね。小学生ですかね。ですかね まあ今日土日ですからね。うん、学校お休みで、お手伝いすることができますね。うん。さあ、ノーアウトランナー一塁。初球はインコースまっすぐは決まっています。ギリギリいっぱい。バッターボックスには、ブレイズの5番片山が入っています。 ショートの頭の上、素晴らしいバッティングです。捉えてきました。さあ、ノーアウトランナー、二塁、一塁、4番、5番連続ヒット。いやー、今のバッティングも素晴らしいバッティングでしたね。ねうん。ああいうの落ちたら、本当に気持ちいいですよ。いやー、手応えありますよね。ですよね。ああいうの落ちたいな。 まだ野球は中田健太さんをやってらっしゃるんですか僕はバッテムセンターに大統領です、ね、じゃあもう本当にイメージトレーニングでイメージトレーニングです、ね、それはやってます、はい、あ、やってるんですかやってますけどご自宅でそうですねまあ見てたら絶対やりたくなりますねます、えー、初球は外へのボールから入ってきましたさあピンチを迎えている今日先発の高橋ですノーアウトランナー二塁一塁 バッターボックスには肩ギが入っています。六番の肩ギ、そしてこのあ七番の DH はバールが左バッターボックスです。い,いやーそうですね。うん、序盤の山キャッチャーは外要求逆にきます。これはバテリミスになって。 三塁送球しましたがセーフです。さあ、ノーアウトランナー二塁三塁とチャンスが広がりました。ランナーの好走類ですよね、えー。よく見てましたね。カントワンエンドツー。サンズの内野は前進守備ではありません。追い込んでいるのはマウンド上の高橋。 不明のボールですが、なんとかカットしていきます。ねえうん、バッターボックスの片木選手は、今シーズンは大阪の独立リーグゼロ六ブルーズでプレーをしていました。ま、うん、っすぐ力のあるボールですが、百三十キロ台ファールになります。 昴生選手は22歳のプレーヤーです1 7 1ンチ体重が9 0キロですこのジャパンウィーターリーグでは本職のキャッチャー以外にファーストサードにも挑戦をしてきました変化球これもファウルになります 大阪の球団だけにちょっと近鉄バフォローズっぽいユニフォームですね。ねえー、06ベルーズはね。とイメージしてるかもしれない。はい。このジャパンウィンターリーグにやってきて、スイングスピードが上がってきたという片木構成です。うん変化球が抜けます。これで2エンド2。少ーし力が入っているでしょうか。 キャッチャーは真ん中より。ファーストの後のファーストランナーはホームに帰ってきました。先制したのはブレイズでした。2回の裏です。これでワンナウトランナー三塁と変わります。1対で。このイニングヒット2本。そしてバッテリーミスもありました。ランナー二塁三塁からファーストゴロの間に1点を先制したブレイズです。 そして左バッターボックスに7番 DH のバーレン選手が入ります。初球は外へのボールです。うん、少し逆球になりましたが決まっています。

2点を先制してなおもワンアウトです、うん、変化球外れてスリーボールワンスライドです高めのボールは、うん、わずかに外れているでしょうか一塁に歩きます さあ、ワンアウトランナー一塁、またもランナー出塁です。うん、かなり声出てますね。えー、このリーグは先月の25日に開幕をしました。およそ1ヶ月が経過。まあ、チームワークも非常に良くなってきますよね。うん、またバッタボックスは佃が入っています。 初級は高め外れました。なんか休みの日も一緒にチームメイトでご飯食べに行ったりしてる。あ、そうですか。うん、一時初級ですかタッチはセーフです。まあ、一ヶ月間ね、ありますから、うん、プレイしていない時間というのもかなり長くなりますもんね。うん。うん スタートをキャッチャー、二塁送球、少し一塁側にそれました。そして、三塁へと向かっていきます。一気にワンナウトランナー三塁のチャンスを演出しました。えー、では積極的に走っていきます。バーレが三塁を入れて、またもワンナウトランナー三塁。 今週は月曜日の11日そして昨日金曜日の15日ゲームがありませんでした。うん、まあ週5試合ね。中田さんゲームを行われているわけで本目。なかなかハードです。いや相当ゲーム数は多いですね。すうん、ボール3つ。外でマスが決まってカウントスリーボールアスライトです。 狙ってくるか狙ってきましたが、空振りで3-2フルカウントです。うん、マウンド上の高橋翼投手は、コントロールが生命線というふうに本人を話します。桐生第一高校から東京国際大学を経て、ここジャパンウィンターリーグでプレーしている23歳。うん、空振り、3ボールから三振まで持ってきました。うん。うん まあこのジャパンウィーターリーグを最後に野球から離れるという風に中田さん話してましたからねか本人はまあ現役生活としては今日が最後のマウンドになる可能性がありますね、うん、一つの区切りとしてそういう使い方もあるんですね、うん、えこの沖縄が最後ということになりますねああ初級センター後方風はバッスクリーン方向へ伸びていきますが超えてきましたセンターオーバー サードランナーがゆっくりとホームに帰ってきてもう1点追加9番、ムレンカーセンターオーバーのタイムリーツーベースヒット、うん、いや、素晴らしいバッティングでしたねこの2回の裏ブレイズが3点を取ってなおもツーアウトランナー2塁このイニングだけで三本のヒットを集中しましたすごいな 三塁ランナー帰ってきた時の一塁側ベンチ。はい、うん。元気な中屋の厨房みたいな感じ。<laughs> 中澤健太さんはもう一塁側ベンチウォッチャーになっていただいております。もう中です。さあ、ツーアウトランナー二塁。バッターボックス、一番に帰ってジャン。 初球低めに変化球外れて二球目。インコースへのストレートも外れています。送信しましたが。レフトかショートか、レフト落下点前進。スリーアウト、このイニング。 3本のヒットを集中しました打線もつながったというブレーズ3点を生成しています3対0ブレーズがリードしてゲームは3回です「宿場町に引っ越した初めての一人暮らし」「東京は全部渋谷や六本木みたいな都会だと思ってたけどここはなんだかちょっとホッとする」 新しい生活をこの場所から安心の家賃保証はあなたに私たち「デル・カンパニー・リミテッドは」は沖縄市にオフィスを構え沖縄市を中心に不動産事業飲食事業宿泊事業酒類販売店など多岐にわたる事業を行いお客様 従業員当社に関連するすべての人々が幸せになることを第一に考え地域に密着した企業として成長を続けてまいりますルカンパニーリミテッドこのジャパンウィンターリーグでは応援と挑戦をつなぐデジタルギフトラフトを使って選手の皆さんに応援コメントを送ることができます。 中継中、ライブ配信中、画面上にある二次元コード、または概要欄にリンクがあります。そちらから会員登録なしでコメントを送ることができます。いただいた応援コメントはゲーム中継にて読み上げることができます。また、送っていただいたギフトは、ジャパンウィンターリーグを通して選手の挑戦に役立てられます。ということで、早速。 応援メッセージも来ています。ジャパンウィンターリーグの開催おめでとうございます。全選手の活躍を楽しみにしています。ジャイカ沖縄の木田さんからいただいております。そしてアルゼンチンから来たペドロ選手頑張ってください。バモスペドロということで、いやまあジャイカのお方ですからね。もしかしたらペドロ選手ほどよく知っていて、今日も出てますよ。そうですね、はい、ペドロ選手。ゲームはこれから3回の表です。 坂木原投手の印象は2回までを投げて無失点という状況ですが、中田健太さんの目にはどう映ってますか。いいですよね。いいですか。昨日も K-POP ガンガン聞いてきたね。そうでしょうね。ブラックピンク。ブラックピンクは。これは素晴らしいボールですが、わずかに外れています。ちょっとさ先太陽出たんですけど、うまく曇ってきましたね。ええー。まあ予報ではね、9時台、10時台、まあ12時ぐらいまでは少し雨が落ちるんじゃないかという予報ではありました。 ただ、今、雨は落ちてはいません。うん。これは少し横に抜いてくるようなボールです。コントロールが非常に安定していますよね。まだヒットは許していません。三対零。サンズ追っていく展開でゲームは三回の表。この回、先頭は八番セカンドのブロードから始まります。 少し詰まったあたりですがセンター強振していきました、まあ、本当に力のありそうなスイングですね、うん、先頭のブロードがセンターフライに倒れてバッターボックスには先ほど応援コメントが。 ありましたジャイカ沖縄の木田さんからいただきました。そのペドロ選手、バモスというふうに来てますからね。ますかね。えー、<あ>今年もバモスは流行りましたね、阪神タイガースで。うん、初球はインコースのまっすぐです。2球目。これもチリ来ます。136キロまっすぐです。いや、アルゼンチンで、 野球をね、プレーしている選手がいるんですね。地球の反対側から来ましたもんね。右バッターを押す。外、うーん素晴らしいボールです。見逃しの三振、今日最速の137キロストレートでした。これは素晴らしいボールです。まだノーヒットピッチングを展開しています。 南米なんか、沖縄からの移住者が多いんですよ。ああ、そうなんですか。そういういろいろ沖縄との関わりは深いです、ね。ああ、つながりがあるんですね。すねまあ、南米はね。ブラジルも含めて、一系、三世、四、うん、世、五世の方、いらっしゃいますもんね。さあ、バッターボックスは、打順ゅ一番に帰って、サンズ、小口がバッターボックスに入っています。第一足場、ショートゴロ、エラーで出塁しています。 二球目パーブそれも外いっぱいギリギリ決まっています突き腹がいい,、ね、いいですねいいですねナイスは打たれそうなんでちょっと怖いですけど止<ー>めると打たれるっていうパターンがね,ね野球中継あるあるではでよく聞きますね、うん、キャッチャインコースより2ストライクで追い込んでいます、うん、三塁戦これはフェア遠投一塁はどうか瞬速一塁はセーフでした 俊速の小口、一塁駆け抜けました。うん、いや、やはり外スピードはありますね。うん、さあ、ここも走ってくる可能性は十分にあります。 初球。スタートは切りません。百三十六キロストレート決まっています。バッターボックスには3度2番、サ度ド二番宮崎です。変化球。インコースに外れてカウント前のン。さあ、中田さん、走ってくる可能性はありそうですね。狙ってる感じしますよね。 先ほども初回仕掛けてきたというファーストランナーの小口やや長めに持ちますマウンド上の榊原弱い当たりショート前進ランニングスロー一塁は一塁これも一塁間に合いませんでした内野安打です1番2番内野安打、ね、う,んうまく打たせてはいるんですが 内野安打が2つ続きましたさあこれでツーアウトではありますが得点圏にランナーを進めたサンズですツーアウトランナー二塁一塁そしてバッターボックスには3番キャッチャーロペス 初球球はでですつかんで1塁送球<い> 1> 片山が1塁に送ってスリーアウトランナー2人残塁このイニングも得点を与えませんでした今日先発の坂木原3回無失点という内容です。<music> 舞台は沖縄浦添、ANA ボールパーク浦添です。先月25日に開幕したジャパンウィンターリーグも最終週ファイナルウィークに入りました。アドバンスのリーグ戦は今日明日で幕を閉じるということになります。このゲーム放送席解説は沖縄で活躍されていますお笑いコンビハンサムより中澤健太さんにお越しいただいております。 まあこのジャパンウィンターリーグですが、空港もね、降り立ったところにバッとジャパンウィンターリーグというふうに出てるんです,よねそうですかね、なんか今年ねあのコンビニでもいろいろポスターも貼られてたり、はい、だんだん県民にもちょっと浸透していってるんじゃないかなと思いますけどね。いや、もうぜひね、中田さんに宣伝隊長になっていただきたいというふうに思いますけどね。うんあいや 今年で2年目のシーズンを迎えました100人以上のプレイヤーたちがここ、沖縄に集結をして、3つの会場、3つのスタジアムで行われていまふ、まあ、普段はね、プロ野球の実施トレー、うん、キャンプの準備のために、球場のメンテナンスを、ね、行う時期ではあるんですが、まあ、そこ、あえて、ね、ずらしてくださって、うんね、皆さん、協力のもと、このリーグ戦が行われております。 ゲームはこれから三回のライト入っていきます。三対零、ブレイズがリードして三回の裏。この回戦闘はブレイズの二番ピアーズから始まります。ピアーズ、僕見た配信で参加した時、いつの方が良かった。ああ、そうですか。力ありますか。力あれですね。バットセンター、ドの前弱い当たり。ここはうまくさばきました。 サードはアルゼンチンのペドロです非常に落ち着いてますね村、うん、場さばき小柄ではありますが非常にフットワークも軽快ですさあラフトにまたコメントが来ていますトヨタ勢最後までけがなく頑張れ達さんから頂い,いておりますありがとうございます、えー、社会人はねトヨタ勢も多く活躍しているというこのジャパンウィンターリーグですバッターボックスは3番センターの野次です ちょっと申し訳ないことで今日僕は、はい、あの鈴木の車で来てるんですけどああそうですか言わなきゃよかったですねやそ今それはトヨタ勢僕応援してますあそうですか鈴木でも応援します鈴木でも応援してます高く打ち上げてファーストファールゾーンフェンス際ですが少しだけ戻ってきましたおおよく取りましたうまく捌きました、はい、風で中田さんかなり戻りし、ま、戻されましたねだいぶあります、ね、中田ねうん、うん いやーうまくさばきました、うん、サード。先ほどはペドロがさばいてそしてファーストフライをつかんだのはヤングブラッドですもう昔やたりだったと思うんですけどええー。ピッチャーの時はねはい。トロノと落ちるのとは全然違う、ね、ええー。これでツーアウトでランナーがありません風はレフト方向に強く流れています バッターボクシはブレイズの4番の松尾が入っています。外のボール、わずかに外れてカウントはワインドワンです。松尾健一選手は、岡山学芸館高校から城西国際大学を経て、今シーズンは千葉、 スカイセイラーズでプレーをしていたという24歳です。まあ、去年まではピッチャーだったんですが、野手に転向して、このリーグ戦では4番を打っています。<う>関東ワインドツーと追い込まれている松尾。外。いやー、そうですね。183センチ、98キロですからね。素晴らしい体格です。 ハンンツドスマー詰まった当たりピッチャーがピッチャーがとりましたピッチャーフライです冷静に高橋がつかみ取ってスリーアウトこのイニングは3人で打ち取ったきょう先発の高橋翼です国立に引っ越した夫の働き方が変わり都心から少し離れてみた 慣れない生活への不安はあるけれど子供たちのこんな笑顔が見れるならここもいいかもしれない新しい生活をこの場所から安心の家賃保証はあなたにほほれん私たちデルカンパニーリミテッドは沖縄市にオフィスを構え沖縄市を中心に不動産事業。 飲食事業、宿泊事業、酒類販売店など多岐にわたる事業を行い、お客様、従業員、当社に関連する全ての人々が幸せになることを第一に考え、地域に密着した企業として成長を続けてまいります。デルカンパニー・リミテッド。 ジャパンウィンターリーグ、このアドバンスと呼ばれるリーグ戦は今日、明日でラストということになります。裏添いで行われています、ね、サンズとブレイズの一戦を生配信、生中継でお伝えをしています。このゲーム、放送席解説はお笑いコンビハンサムより中澤健太さん、実況は田中大輝でお伝えをしています。3対0、サンズが追っていく展開でゲームは中盤の4回へと入っていく裏添いです。 ここまでン度のヒット数が2本。一方、ブレイズのヒット数が3本で中盤戦を迎えます。まあ、中田さん、まあ、天気がね、少し心配されましたが、ここまでは問題なくゲーム進められてますね。晴れてますね。うん、晴れ男ですね。よかったか中田健太、晴れ男。いいっすよ。沖縄はどうですかこの12月。うん それほど雨が落ちる印象はありませんかいや、でも、うん、一日中っていうのはそんなの多くないかもしれないですけどああどこかでスコールみたいな雨はありますかそうですか。す初球から狙っていきましたがバッターボックスはガーナーです いや、まあこのガーナー選手もスイングかなり強いですね。うん、初球狙っていきましたが、ファウルになりました。外国人とか、ねうん、将来メジャーリーガーとかも出てこないいや、本当にそうですよね。<れ>まだ若いプレイヤーたちが非常に多いというね。うん 今年のジャパンウィンターリーグは全101名の選手のうち海外外国籍選手が31名というおよそ3分の1が外国人選手です。二、うん、球目高めから入ってくる変化球です。これでツーストライク。打ち寄せるタイミングがいいですね。うーんホークボールスライダーカーブそしてツーシーム系のボールも持っています。 やっちゃうわ、そこ。詰まったたり、弱い当たり、ファーストが出てくるが、おっと、ファースト、ピッチャーに投げて。<え>うん、セカンドとね、ファーストをどちらが取るのか、非常に難しい当たりではありました。ね、この辺は難しい順位ですよね、えー。ファーストがピアス、そしてセカンドがジャンプ。 さあただ中田さん、ここは追っていく展開のサンズ、ノーアウトランナー、一塁チャンスですね。ちょっとこう抑えてはいるんですけど、ええ、ボテボテだけど内野安打になるみたいな不運な感じはちょっとね、今日はもう内野安打が3本目ですね。うん、さあ、ランナーを溜めていきたい追っていく展開のサンズ、ノーアウトランナー、一塁。初球は低めの変化球を見逃しました。 バッターボックスには五番の鈴木が入っています。いやー、福岡ソフトバンクホークスの中村明選手の打ち方似てますね。はい、独特の構えです。二、はい、球目も変化球、ここも見逃してツーストライクで追い込まれています。そうなってくるとユニフォームの色とかもソフトバンクっぽい感じ。がああ、そうですね,ですね、えー。手袋も黄色ですね。 ツーストライクと榊原、追い込んで、外への変化球。ここは変化球三つ。ファントワーエンドツーノーアウトランナー一塁。やや長く持って、マウンド上の榊原。高部ストレートは外れます。ストレートは今日は百四十キロ。 出るかどうか130キロ中盤。今日は136キロから7キロが最速です。さあ、カウントは2エンド2まで持ってきました。バッターボックスの鈴木。低め。ここもよく見ます。3、2、フルカウント。まあ、ここは中田さん、ランナー貯めていきたいですね。そうですね。うん。 忘れの頃、二塁送球、あっとこぼして、セカンドキャンパスが踏みました。二塁はアウトです。ランナー入れ替わって、ワンアウト、ランナー一塁です。ファーストはピアースそしてショートがブレンク、セカンドがジャン、サードが片山というブレイズの内野陣です。さあ、そしてバッターボックスへヤングブラッドが入ります。 かなり楽しみですね。どんなバッティングをね、また見せてくれるか。先ほどはピッチャーへの強い当たりどころでした。あれそうですかねうん。初球は外まっすぐ。135キロストレートですが、振っていません。 ブレイズとしてはゲッツーが欲しい。シチュエーション。なんかスタート。二塁送球、タッチは。素晴らしいスローイングでした。はいはい、キャッチャーの片木は二塁送球、見事に刺しました。これでツーアウト、ランナーがなくなりました。取ってから非常に早かったですね。そうですね。うん。 ントはツーボールですヤングブラッドへの3球目詰まった当たりサードゴロ一塁に送球一塁はアウト結果的には3人で打ち取りましたこの4回もゼロを刻んだ榊原4回無失点素晴らしいピッチングが続いています <music> サンズとブレイズの一戦は4回の裏へと入っていきます。3対0、ブレイズがリードしてゲームは4回の裏です。ジャパンウィンターリーグでは応援と挑戦をつなぐデジタルギフト、ラフトを使って選手に応援コメントを送ることができます。 配信中の画面上にある二次元コードをぜひ読み取ってください。または概要欄にリンクがありますので、そちらから会員登録なしでコメントを送ることができます。さあ、コメントたくさんいただいておりまして、中野さん。はい、いや、ほんとね、たくさん来てますね。はい、選手の皆さんのこれからの人生に乾杯、とも、はい、子さんからいただいております。このリーグを卒業して、次はプロとして、勝利したときに祝杯をあげさせていただきたいです。応援しています。いやー、温かいメッセージ、非常に多いですね。はいうん こうやって趣旨を理解して応援してくれると、うん、いですね。はい、いやー本当そうですよね。うん、さあピッチャーが変わりました。マウンド上は背番号ゼロ番、カイト投手がマウンドに上がっています。サンズはい、んんピッチャーを変えてきました。カ<い>ナダ出身のプレイヤー非常に技がありますね。 ええー、この回戦闘はブレイズの五番サードの片山から始まりますいや池31歳という声がベンチから飛んでいますベテランの域に入るということですね140キロのストレートです非常に豪快なピッチングホームです いや、このバックネッド裏から見ていても相当9位は中田さんありますね。140出ましたね。ええー。変化球が外れています。カウントはーエンドー。カイト・ロペスのバッテリーです。重い思い込まれて、ファウルにします。おボールボールになる感じ。えー いやそして片山選手は素手でバット握るんですね。ベテランの味。今のボールが136キロの真っ直ぐです。まあ、ここでね、選ばれて l b b もしくはね、日本の独立リーグに行く可能性もある外国人選手たちですね。うん。これも141キロの真っ直ぐです。スリーツーまで持ってきました。 ロルルルキャャッチーーーののペスは外今カーブ系のボールですかね,ねちょっとオリックスにいたディクソン投手っぽいですねディク、はい。ナックルボールを、ナックルカーブを使ってくるピッチャーでしたが、スリーツー。うまく合わせて、1、2塁間、うまいバッティングでした。はい、さあ、ノワーアウトランナー、1塁、3対0、ブレイズがリードしてゲームは4回の裏。いや、うまいバッティングでしたね。 いやいや左足前開きながら逆方向前バッティングでしたベンチの盛り上がりで乗せてく、はいね、れてノーアウトランナー相次いでバッターボックス今は片木先ほどは二塁送球素晴らしいボールがありましたキャッチャーの片木バッターボックス 一発当たりはファウルです、まあ。ゲームの流れとしてはね、どちらが次の1点を取るかというようなね、中盤の流れになっています。これもうまく、1、2塁間破っていきました。変化球をライトへのヒット。さあ、ノーアウトランナー、2塁1塁。いや、打線がブレイズは、 非常に中田さん元気ですね。元気ですね。うん。<laughs> さあ、そしてバッターボックスにはバーレが入ります。ノーアウトランナー二塁一塁。マウンド上にはこのイニングからマウンドに上がっているカイト 初球は百三十二キロのボールから入ってきました。ツーシーム系のボールです。うん、非常に速いテンポで投げ込んできます。カウント1エンド1。うん、1> ストレートが決まってこれでワンエンドー。 アンツとしては月が欲しい状況すごい欲しい,い,い非常にテンポが早いですね、うん、ー変化球火力の刺身ここはうまく撮りましたこれでワンナウトランナー二塁一塁と変わります まあマウンド上のね、会頭投手も中田さん、はい、ここでね結果を残せば来年日本の独立リーグなどでプレーをマウンドで投げている可能性ありますもんね。ありますね。うん。ワンナウトランナー二塁一塁と変わってバッターボックスには八番の佃です初球攻撃ですがファールです。 1>, アント 1, ンド1から外まっすぐはわずかに外れています。さあバーティングカント2ンド1これで2エンド2ー回とはバッターボックスの佃を追い込みました。 一球形成、二球形成マンドジョーカイト、サードペドロ、そしてセカンドブロード、センターガーナー、キャッチャーがロペス守っている9人のうち半分以上が外国勢という産地です 戦の通が続きます。高め、キャッチャー二塁送球。<あ>強肩<剣>。また下からだちい。ってて高め、うん、わずかに高いでしょうか。 さあこれで全ての塁は埋め尽くされます、うん、ワンアウトランナー満塁一度コーチがマウンドへと向かいますちょっとですねうんそうですね、まあ、各ボールは非常に勢いはあるんですけどもねコントロールという点で少し苦しんでいるでしょうかさあワンアウトランナー満塁打順は下位に向かっていくところバッターボックスが9番の ブレンクがバッターボックスのブレンク・エリック選手はドイツのプレーヤーです31歳。ドイツのリーグがあるんですよね。初球見てます、マイク。 変化球。これもストライクゾーン通過。さあ、ツーストライク2球で追い込んだマウンド上のカイト。キャッチャー、ロペスは外寄り。うーん、これはファウルになります。 三塁線はフェア一人帰ってきてそして二人目も帰ってきましたそしてファーストランナーは三塁ストップタイムリーツーベースヒットもう2点追加これで5対0と変わります今日はブレイズの打線がつながってきますチーム6本目のヒット、えー、少しね難しいインコースのボールですがうまく引っ張っていきましたね,そうですね ピッチャー落ち込まずに切り替えてええとすねこういう時は中田さんはどう声をかけますか僕ですかはいピッチャーにはいあえていかないということですか声のかけ方が難しそうですよねうん打順は一番にかえってジャン うん、ちょっ果こぼしましたが、三塁ランナーはストップです。サンズは内野バックホーム体制ワンアウトランナー三塁。ワンアウトランナー二塁三塁。風はホームからセンター方向へ流れています。変化球狙っていきましたが、ツーエンドワンとなります。 ジャンとしても一本欲しいところです、うん、ジャン選手は韓国語と英語と今、はい、日本人文で日本語もあるあもうじゃあ三カ国受けるわけですかです、ね、チームで通訳の役目をしたりしてる、ね、ねえ日本語も非常に流暢に話すと、うん、あの情報を見るとですねクレヨンしんちゃんを見て日本語を習得したということですねシンジャンが師匠っていうあてミサイって言ってるんですかねヒロシ カウントゼンドワン変化球決まってスリートゥーバで持ってきます。非常に足の速い瞬速のプレイヤーです。うん見ました。これもフォアボール一塁に歩きます。ややせい球に苦しんでいる感があるという回答。 決めのボールが決まればって感じなんですけどね。はい、うん。まっすぐは力ありますもんね。うん、さあ、またもランナー満塁。ワンアウトランナー満塁。バッターボックスは2番のピアーズが入ります。すよ<い>。はい。ここは中澤さん、注目のバッターですね。初球。特に太もも、お尻から太ももにかけても注目します。ああ、そうですか、まあ。サ<う>サイズ感ですかサイズズ感感でですすか、うん 初球は137キロまっすぐ2球目低め外れてボール T 受けるキャッチャーはロペス強い<ー>当たりショートにお届けできました早い打球1人帰ってきてそしてセカンドランナーもホームに帰ってきますパートランナーは三塁に回ってホームに帰ってきたやや中継が乱れますもう1点追加 ジャンもホームに帰ってきました。ちょっとファンブーしてる。いやー、非常に強い当たりでした。急早いですね。ええー、しかもショートはほぼ正面やや右ではありました。うん、このイニング5点を追加して、8対0と変わります。 さあ、なおもな、ワンアウトランナー二塁。あの、スタート、佐藤、タッチは。タッチはアウト。ピアーズが三塁を目指しましたが、タッチアウトです。回答<道>。はい、それましたね。いや、確かに、下半身のサイズ感はものすごいですね。ピアーズ選手ね。<laughs> ツーアウトでランナーがなくなります。 バッターボックスや3番の,のじりです。ここまでホームラン5本はリーグトップタイという野尻後輝です木更津総合高校から法政大学東京6大学でプレーをしてきました出てないですね,出てないですね 変化球外れてスリーボールワンスライクです対戦させてもらって、はい、ホームラン見てもらてあそうですかす、ね、かなり超大力の上げバッター大きな当たり宇宙間スタンドに届きました<ー>中澤健太さんの予想通り来ましたね来ました。リーグ6本目のホームラン,ホームラントップに踊ります 豪快に宇宙間へと持っていくホームランでしたもう一点追加いや相当打球弾道伸びましたねのじるの打球でした、うん、気持ちいいですねもう一点追加い<や>いやペースギはどうかなと思いましたが伸びていきましたね,ね,ねはい 風はセンター方向へと流れている ANA ボールパーク裏添いですこのリフトへの当たりですがレフトの足は止まっていますようやくス3アウトこのイニング打線つながりましたそして三番野尻にもホームランがありました一気に六点奪って九対零大きくリードしたブレイズです博多に帰ってきた実家の跡を継ぐために帰ってきた 私も今日から大家さんだ街を歩くとちゃんと変わらない景色があってここもよか新しい生活をこの場所から「安心の家賃保証は」はあなたにほってんほれんなんか良さそう私たち「デルカンパニー・リミテッド」は。 沖縄市にオフィスを構え沖縄市を中心に不動産事業飲食事業宿泊事業酒類販売店など多岐にわたる事業を行いお客様従業員当社に関連する全ての人々が幸せになることを第一に考え地域に密着した企業として成長を続けてまいりますデルカンパニーリミテッド 今年で2年目を迎えたジャパンウィンターリーグです。日の目を見ない選手に光を当てようということで、去年からスタートした野球ジャパンウィンターリーグです。今年は11月の終わりからスタートして、およそ1ヶ月が経過しました。まあ、中田健太さん、はい、こういったね、なかなかこう、 小中高と、例えばレギュラーではなくても、ここでねまた野球を続けて、一目を浴びようという選手たちが集まってくる、この取り組みに関しては、いかがですかいやいや本当にあの、野球を続けられるきっかけっていうのもね、はい、大事じゃないかなと思いますし、こ、はい、こからプロ選手が出てくるとか、はいあ、プロ選手というか、まあ、NBA とかあー、そうですね、スケールアップしますよね。うん この一戦は二次完成です。イニング数は7イニングというルールがあります。ジャパンウィンターリーグです。たくさんコメントをいただいておりまして、ひでき、えー、秀樹さんから夢をつかめ、うん、一言いただいております。ありがとうございます。つか、えー、みます。中田さんに対してはないですよ。あ、僕はい。選手たちに対してですけれども、まあ自分のことだと思って聞いていただく分には。ね、はい。ちょっとだけいただいて、ねえー。野球観戦小僧さんからは、冬の沖縄で熱い魂を揺らしてください。 あれも本当にこう冬という感じはしませんね。うん、そうですね。うん。半袖、半ズボンで。はい。さあ、ゲームは5回です。4回まで無失点という坂木原。これも抜いてくるボールでした。らびの三振、三球三振でした。いや、本当に素晴らしい安定感ですね。木原いいっすね。えー コロカイ先頭のブロード空振りの三振でバッターボックスには9番サードのペドロキャッチャーは佐藤初球バットのセンターはセカンドジャン丁寧にさばいて一塁送球これでツーアウトランナーがありません、まあ、ほとんどが変化球という、ね、この中盤のピッチングになりましたねうん,うーん いやさっき中澤さんがホームラン見たいって言ったら本当にホームラン生まれましたしね。出ましたモジリはい。モジリラブです。確かにそうですね。占い師になるとこはいかがですか。どですか。はい。じゃあなります。予想がすぐ。芸人すぐ終わる。すぐ判断していいですか。大丈夫です。まあただね芸能系の方も沖縄は野球好きな方多いですよね。そうですね。ん。ですからね。 ピッチャーの頭の上、これはセンターへ抜けていきました、センターへのヒット。三十四本目のヒットです。いやー、ペドロ選手、ヒット落ちましたね。これ配信とかあると、そういう、あの海外の選手、はい、関係者も海外から。いやー、そうですよね。はい、うーん。 まあ、外国勢の選手なんう日本で過ごす1か月は貴重でしょうからね、うん、さあ打順は3塁1番に帰って俊足の小口です先ほどは内野安打でした、うん、初球あッとキャッチャー、うん、見失って俊足のフェドラー3塁へ向かっていくと一気に3塁し入れました、うん さあ、これでツーアウトランナー三塁。中田さん、まずはね、一点欲しいですね、サンズね。うねうんもうゲーム気がつけば、後半戦に入っています。こういうところを。バッターボックスの小口は智弁学園から東洋大学を経て。社会人は本田れプレーをしています。二十二歳の若いプレイヤーです。 縛ったあたりかファーストワールルゾーンを追っていく後ろ向きあっと見ました惜しいつかみ取ることはピアーズできませんでした落下点まではね行きましたけれどもね さあ、関東ワインドマンです。キャッチャーは外。大きく抜いてくる縦のカーブです。関東ワインドツー、バッターボックスの小口仁太郎が追い込まれています。 高校時代はキャッチャーとして智弁学園、春の選抜を経験しているという告知。追い込んでからの坂木原のボールはストレート、はい、138キロは今日最速です,です、えー。まだ無視点ピッチングを展開しているという先発の坂木原。 お兄さんはバッターボックスの小口はエネオス、名門の社会人エネオスでプレイをしています。そね、いやー、そうですね。エネオスとホンダという小口兄弟。カウントワインドツー。これもストレートですが、ファウルにします。 このジャパンウィンターリーグが終わった後、18日からは強化練習がね、チームに戻ってあるという小口選手。もう本当に野球漬けですね。野球漬けですね。これもカットしていきました。うん。じゃ緩いカーブを追い込んでから使ってきますね。うん どうすると、ええ、これ抜いてくるボールでしょうかカウントワインドーキャャッチーーは外抜いてくるボールでした。ここもカットしていきます、うん、粘りますです粘り さあ速いボール2球の後抜いてくるボールそのボールもカットされたというマウンド上の榊原ですさあどのボールを使ってくるでしょうか非常に見応えある対戦になりました榊原とバッターボックスー小口の対決関東はエンドティー変化球あっとキャッチャー見失ってサドランナーストップです もう緩いボールでしたね <laughs> はいファントはツーエンドツーがツーエンドツーまで来ました うまく拾ってショートハウライナースリーアウトこのイニングも得点を許しませんでした今日先発のサンズ榊原5回無失点す晴らしいピッチングが続いています <music> このゲームは県政カイプレゼンツで行われているジャパンインターリーグです。サンズとブレイズの一戦は5回の裏までやってきました応援メッセージたくさんラフトにいただいております、えー、平さんからは夢を諦めない選手の皆さん応援していますというコメントをいただいていますそしてキョンキョンさんからは球場の場内アナウンスを担当している株式会社ベースボールプランニングが主催する沖縄ベースボールアナウンスアカデミーのみんな頑張れ 選手と,ともにさらなる上の舞台へというメッセージ、そして、えー、私にもメッセージいただいておりまして、えー、田中滝さんの声も実況も素敵で聞き惚れています、最高の実況ありがとうございますということで、うん、いや、嬉しいですね、これ、ベースボールアナウンサーアカデミー、うん、沖縄のベースボールアナウンサーアカデミーの皆さんが手伝ってくださってね、こういった中継が成り立っているということになってますからね。うん 中継の発表したり、はい、あと場内アナウンスしたりとかね、き、はいね、そうも生配信でゲームをお伝えしているという舞台は浦添 ANA ボールパークです。 NPB ではね松井裕樹投手がどのメジャーリーグの球団に行くか非常に注目されてますもんね。楽しみですよね。楽しみですよね。次は山本由伸投手が決まると思いますからね。今中ね、うん。で、松井。中澤健太さんは沖縄出身ですけど、どのチームのファンですか、日本のプロ野球は。 まああの野球全般好きですね。あ、そうですか。野球見てるだけで、うん。最近メジャーが多いかもしれない。あ、メジャーリーグ好きですか。メジャー大好きです。はい。コチナゴ出身ですと、ハイバルですね。あ、ハイバル出身ですと、どの球場に日本のプロ野球キャンプは近いですか。ハイバルは、近いです。はい。那覇も近いですかね。うん。ま基本県内全部行ってます。あ、行ってますか。はい。 これもうまく逆方向を流した当たりが宇宙間に落ちました。うん、今日2本目のヒットを放っています。片山ヒットでノーアウトランナー1塁。このジャパンウィンターリーグゲームは2時間制です。間もなくゲームが始まってから1時間半が経過しようとしています。 時間制としては2時間、そしてイニング制は7イニングと定められています。これも1、2塁間破っていきました、またライトへのヒット。いや、このコンビでチャンス演出するシーンが多いですね、うん。さあ、ここもノーアウトランナー、2塁1塁。 このイニングからマウンドに上がっている松井琢磨投手は金沢大学出身の二十四歳ピッチャーです。うん、さあ、ノートランナー二塁一塁。バッターボックスで七番 dh のバーレです。このバッタも非常にリストが強いバッターです。 ブレイズはすでにヒット数を長けた10ポまっすぐは120キロ台中盤という松井高カウントワイドワンポカットキャッチャ取れない ここもバッテリーミスになりました。ランナー2人進塁で、ノーアウトランナー2塁3塁です。2回に3点を奪って、先ほどの4回は大量6得点というブレーズでした。この5回の裏も、ノーアウトランナー2塁3塁。 風はまたレフト方向に強く流れ始めました。浦添いの上空です。うん、抜いてくるボールが決まります。スウェンドトゥー。百十二キロのチェンジアップ系のボールです。今日は上空、外野方向に、いずれの時間帯も強い風が吹いています。 これも抜いてくるボールです。110キロ台のチェンジアップ系のボールです。先ほどは4回に6失点という内容でした。うん、ゼロを刻んでおきたいという。 サンズが9点ビハインドで5回の裏です3ボール2ストライクこれもファールになりますこのねオレンジ色のユニフォームを身にまとっているプレイヤーたちはまあチームを探しているというね、うん、まさにトライアウトアピールしなければいけないというプレイヤーたちです3-2、うん これも変化球ですがファウルになります。この後は8番の田、そして9番のブレンクが待っています。ス2ーツフルカウントの勝負。これもファウルにします。ついていきますね。うん これもファウルです。粘ります。スリーボール、ツーストライカーつきます。ノーアウト、ランナー、二塁三塁。あっと、引っかけました。一塁に歩いて、さあ、ノーアウト、ランナー、満塁。このイニングも、ブレイズが、 ランナー満塁のチャンスを迎えました。ノーアウトランナーフルベース。まあ、ピッチャーの方切り替えてね。はい。投げやすくなったぞと。うん、さあ、まずは入り球、初球。狙ってきます。打ち上げて、サードかショートか。 ライン際ですが、うんと一旦、レフトを見ました。ファールゾーンに落ちます。サードのペドロを追っていきましたが、少しレフトが気になったでしょうか。 初球狙っていってファール、バットボックスはつくだ。カーブ。うん、ここはカーブが決まりました。これでツーストライクと追い込んでいます。キャッチャーは外寄り。スライダーが外れて1、ワエンドツー。 バイヤーはほぼ定位、センターやや右寄り。それで富野が翔三振、手が出ませんでした。8番の佃三振で、ワンアウトランナー満塁と変わります。い,い,いやー、低いっぱいでしたね。うん、さあ、そしてバッターボックスには9番ショートのブレンクが入ります。 初球から狙ってくる可能性は十分にありますが、打ち、うん、気をそらしてくるカーブから入っていきました。まあこのカーブが決まってくると安定してきますかね。うん。ライト方向、ライト線切れていく打球。ファールゾーン追っていく。掴み取って、サードランナーはタッチアップは向かいません。これでツーアウトランナー満塁と変わります。うまく打ち取りました。いますよ。いや ツーアウトまで中田さん来ましたね。来ましたね。うん。うん、抑えきれると。実績にもなるしね。はい、ええ。いいアピールにもなると思いますけどね。はい、さあ、ツーアウトランナー満塁で打順一番に帰って。韓国人プレイヤーのジャン。 じゃ、まずは外角要求。初級攻撃ですが、これはファウルになります。日米、うん、カーブ空振り。 ここはファールで粘っていきますこの縦の変化球が決まるようになってきましたうん。いい追い込んでから外の変化球ここは見ますさあカントワインドティ おお。うん、わずかに外れてるいいでしょうか。ええー。非常に際どいボールでした。うん、まあ、韓国人プレイヤーといえばね。韓国のスタープレイヤーのイジョン選手が、うん、サンフランシスコジャイアンツにね。来シーズンからメジャーリーグは移籍します。そうですね。先頭ツー。いや、うん、高校、これはファーリになります。楽しみですよね。いや、楽しみですね。 あ,ね、あのドラゴンズで活躍したイ・ージョンボム選手の息子さんですからね。うんあえー、カントは2エンド2同じく韓国出身のジャンあ間ライトって言って掴み取りました宇宙海のあたりランナーは満塁のチャンスではありましたけれども追加点はなりませんでしたブレイズ9対0ゲームはこれから6回へと向かっていく ANA ボールパーク裏添えです。 宿場町に引っ越した初めての一人暮らし<っ>東京は全部<ん>渋谷や六本木みたいな都会だと思ってたけどここは何だかちょっとホッとする<っ>ここもいいな新しい生活をこの場所から安心の家賃保証はあなたにほってんほれ 私たちデルカンパニーリミテッドは沖縄市にオフィスを構え沖縄市を中心に不動産事業飲食事業宿泊事業酒類販売店など多岐にわたる事業を行いお客様従業員当社に関連する全ての人々が幸せになることを第一に考え地域に密着した企業として成長を続けてまいりますデルカンパニーリミテッド 気温が23度まで上がっている沖縄県は浦添市で行われているジャパンウィンターリーグのサンズとブレイズの一戦です。今日はゲーム開始当初から非常に強い風が外方向へと流れています。ゲームはこれから後半、終盤へと向かっていくというジャパンウィンターリーグサンズとブレイズのゲームです。ピッチャーが変わりました。マウンド上は森本翔太郎投手がマウンドに上がっています。 立命館アジア太平洋大学 APU を卒業してから大分でプレーをしているという森本翔太郎投手、まあ、投手とは言いましたけれども、中田さん、この森本選手は二刀流なんですね、<ー>投手と野手。二刀流か、うん、ジャパンオインターディングのートでで、はい、そうですね 本当にこう、大谷翔平選手の影響で、小中学生は二刀流多いそうですね。二刀流を目指したいという子が多いそうですね。二刀流ってね、幅広くのはいいっすよね。中田さんは何刀流ですか何刀流はい。芸人さんと、解説者と。なるほど。解説者も一刀流、一刀流入るんですかはい。ありますね。ありますか。あとは他やってらっしゃることは二刀流。二刀流。解説。 野球中継もしゃべれる、うん、結構、芸人さんもいろんなことやってらっしゃる方、多いですよね、最近はね。そうです、うんまあ、自分の好きなものに特化してるねはい、まあ、趣味がお仕事になる感じもありますもんね。最高です、僕はだからこっちでしゃべってる、しゃべらせてもらってますけど、はい、このグラウンドレベルで野球見れること自体がもう幸せですから、ねはあはあ、なるほどね、はあ、本当にこう好きな趣味がそのまま仕事になるということですよね。うんうん さあゲームはこれから6回の表に入りますマウンド上はこのイニングから森本翔太郎、ま、23歳のピッチャーです もともとは大学で野球をやめる予定だったそうなんですが、もう一つ上を目指したいということで、大分 B リングスでプレーをしているという選手です。若い時しかできないですからね。うん、そうですよね。チャレンジできる時はね。はい。まだチャレンジする舞台が、ちゃんとね、残されてますからね。うん 身長は百八十五センチ、体重は九十キロあるというプレイヤーです。スリーボールはそうやっうん変化球外れて一塁に歩かせます。でも一昔前に比べたら野球を続けられる環境っていうのはね、うん含め、ね、相当増えてる、ね。そうですよね。まあ高校の場合はね、大学か社会人かプロ野球か。うん ね、クラブチームかでしたけれどもね、まあ、大学もその後プロに行くのか社会人に行くのかでしたがこういった独立リーグができたりウインターリーグトライアウトリーグができてますもんねこれも初級はまっすぐが外れます終わってからはコントロールにここまでは苦しんでいるという森本 うんうん、これも外に抜けます野手としてはこのジャパンウィンターリーグでは今週ホームランを放っていますボール2バッターボックスには3番のロペスボール3つちょっとこちらは <で>うんなかなかね安定しないという状況ですねじゃは真ん中や外よりうんこれも抜けますストレートのフォアボールです、うん、変わってからを2人二つ続けてフォアボールという状況です 確かに。こういう時は、どう。うん。開き直るぐらいがいいですかね。まあ、そうですね。真ん中投げとはい。ノーアウトランナー二塁一塁。九点を追っているという三つです。さあ、バッターボックスは四番のガーナーが入りました。 1>, ああ1点、2点、まずは3塁返せるか。あっと抜けた <laughs> ここはワイルドピッチになってノーアウトランナー、二塁三塁。少しボールが抜けるシーンが続いているというマウンド上の森本です。 うん、これを引っ掛けました2回にブレイズが3点を先制そして4回にも打線がつながってブレイズが6点を追加9対0ここまでブレイズのヒット数が2桁10本サンズのヒット数が4本9対0、6回の表です、うん、これも抜けます。 じゃあ真ん中とも要求。うん、これも抜けてストレートのフォアボールです。フォアボール三つでノーアウトランナー満塁。精神状態、えー、きつい,いですよね。まあ自分との戦いになりますね。うん、さあランナーフルベースです。サンズとしては大きなチャンスを掴んでいます。 さあ、アピールするチャンスはやってきましたバッターボックスは鈴木、うん、さあまずは初球ス、うん、トレートが決まりますまっすぐは角度があります1 8 5センチの上背から投げ下ろしてきます カウントワインドワンインコースへのまっすぐ外れてツーボールワンストライクですノーアウトランナー満塁うん、これもストレートは決まります。これでツーエンドティー ま、決まれば角度のあるまっすぐですもんね。ねはい。うわ、ひよい見逃しの写真。手が出ませんでした。徐々に湧くないはい。見逃しの写真でワンアウトランナー満塁です。さあ、そしてヤングブラッドがきます。6番。ファーストのヤングブラッド。 はいまずは初球です強制してきましたランナー満塁となってからストライクゾーンにボールが来るようになったこの回からマウンドに上がっている森本すまってライト前に落ちたこれはタイムリットになります サンズが今日最初の得点1点を返しますこれで9対1詰まりながらのライト戦に持ってきましたです、ね、パワーでパワーで持ってきましたね力で持ってきました、うん、なおもワンアウトランナー満塁です サンズはこの後、ウィングスとのゲームを控えています。初球。初球は外れてワンボールです。バッターボックスはストリールチャックが入っています。うん。 このイニングで何点、サンが返すことができるかです。あっと抜けます。トライアウトという観点から見ると、ゲームは今日と明日、二日間のみです。最後のアピールをすることができるか。パントアツエンドワン。抜けます。 スリーボールワンストライク引っ張っていきますファウルです。 さあ、スリーフルカウントまでは持ってきました、森本。ランナー満塁。高め抜けて、押し出しのフォアボールです。もう1点サルトが返します。えー なおもランナー満塁でバッターボックスはブロードバットセーターンファーストゴロファースト落としてバッターランナータッチに行きますさあこれでツーアウトに変わりますさあそしてバッターボックスは9番のペドロです 先ほどは渋っとく外野に持っているヒットがありました。うん、ここはジャイカの方も応援してらっしゃるでしょうね。ねうん。う初球から狙ってくるでしょうか。 ツーアウトランナー満塁風は強い風レフト方向への強風が吹いていますうんストレート抜けますここのゾーンのボールが非常に多くなっています右バッターに対しての森本本当に嫌でしょう、えー、ボール2ボール3 d。ボールうーん。これも外れて。ストレートのフォアボールです。これでランナー満塁です。再び満塁失礼いたしました。これで2アウトランナー満塁になります。え、どうですかね？ああ、今27番のピッチャーがブルペンでピッチング練習を行っていました。ピッチャー変えます。ブレイズはピッチャーを変えてきました。 イニング途中、2アウトランナー満塁入りピッチャー交代です。これも経験ですね。ああ、そうですよね。うん、サンズが3点を返して9対3、6点差と変わっています。うん まもなくゲームの時間は2時間を迎えようとしているサンズとブレイズの一戦です。マウンド上は小林寛太投手がマウンドに上がっています。まだ19歳の投手、群馬ダイヤモンドペガサスでプレーをしていたという180センチ75キロのピッチャーです。 まあ、今年1年目、群馬ではなかなか活躍することができたの、できなかったので、ここで力をつけたいというふうに思って、ジャパンウィンターリーグに挑戦をしたと言います。来シーズンは独立リーグで先発で投げたいという目標があります。そして、こう、海外選手のプレイヤーたちの動きを目に焼き付けて、そして自身のプレーにも活かしていきたいと。 いうふうに話しています。ま,あ、まだ19歳ですからね。な、うん何でもできますよね。あそうですね。福島県立高南高校から群馬ダイヤモンドペガサスです。中田健太さんはもう19歳の時はお笑い芸人やってらっしゃいましたかやってましたね。<あ>やってましたけども、もう,う。本当に。 うたつの上がらない。<laughs> そんなことないんじゃないですか。いやいやいや、ほんに。本当、えー、に、謙遜じゃなく、本当ににたつの上がらない状態です、ね。悩んでる時期でもあったんですかこれがね、はい。歌つの上がらないときって、悩んでもいないんですよね。悩んでたらまだいいですよ。気づかなかったですよね。今はもう立ち位置は気づかれました。気づきました。もう諦めました。はい。もうこの立ち位置ですけどね。 いや、あの、新たな立ち位置とね、うん、このジャパンウィンターリーグの解説というね。うん、はい。本当、あ、あの、ありがたい。ね、スコナビのライブ配信でも、今日は流れておりますから。そう、ねね、中田健太さんの声が沖縄から、皆さんのもとに届いているということになりますね。うん、お仕事待ってます。はい。さあ、ツーアウトランナー満塁で、19歳がマウンドに上がりました。 初球は変化球が決まっています。二球目も変化球ですが外れています。さあバッターボックスには三塁の一番の小口です。まあ小口選手もここで中田さん、うん、アピールしたいですね。すねええー、一本欲しい状況です。うんこれも変化球です。変化球三つ。 ファントはツェンドマン、キャッチャーはやや外、空振り力のあるストレートです。これでツェンドツー、まっすぐのフルであろうカウント狙ってはきましたがややボール玉空振りです告知。さあ追い込んだ十九歳の小林カント、変化球低め見ますよく見ました。 スリーツー。まっすぐは136キロです。まあ、まだまだスピードは出てきそうですね、10代。ああ高校卒業をして1年目のピッチャーが大卒社会人でプレーをしているというバッター、小口との勝負です。うん 打ち取ったでしょうかナイフライショート落下点やや風がありますが両手で掴み取りましたよく取りました <laughs>、えー、相当流されましたね3、うん、アウトしかしこのイニングサンズが3点を返しています9対3と変わった ANA ボールパーク裏添えです <music> 先月開幕したジャパンウィンターリーグもファイナルウィークに入っています。今日明日でアドバンス、このリーグ戦は幕を閉じるということになりました。9時に始まったこのゲームも、これから6回の裏へと入っていく ANA ボールパーク裏添えです。9対3。ブレイズが6点リードしてゲームは6回の裏です。まあ先ほどね、3点を3度も返しましたから、 次の7回の表が楽しみになるというふうな最初の6回でしたね。ねえか、ー、いこのゲームは形成会プレゼンツのゲームということになっています。まあ、ほんでこういろんな企業の皆さんがサポートしてくださっているというジャパンウィンターリーグになってますね。う,すねうん。またサポートしていただくはい、てるんじゃないですか。ああ、そうですよね。全、まあ、ホレイさん、そしてサプリ生活さん、アンフィニプロジェクトさん。 ラムをサポートしてくれているというこのジャパンウィンターリーグです、うん、さあゲームはこれから6回の裏へ投入っていきます この回戦闘は、打撃力、超打力のあるピアーズから始まるという打順です。はい、ブレイズの、2番のピアーズから始まります。先ほどは低い弾道。うん、いやー、中田さん、すごい弾道でしたもんね。これあたりでしたね。そのところ、かなってことたな。ええ、ね。決定。 今度はレフト線これも頂戴になります一発当たりピアーズは一両決定二塁へと向かっていきますんう,、ね、うん。今は少し泳がされながらもレフト線持っていきますもんね さあ、そしてバッターボックスは、先ほどホームランを放っている三番の野尻です。ええー、来ましたね。先ほどは宇宙観豪快に運んでいきました。乗ってるんですか。初球。まあ、簡単には体の近いところは投げられないという雰囲気ありますね。この後は四番のマ松野です。 ストレート空振り、これでカウントワイドワン。似そうな雰囲気ってません、ね。ええー。どっしり感ありますね。は,ねはい。 ちょっとワインドチーショート、正面、ランナー。二、三塁間に挟まれました。あっと、速球ミスが出ました。うーん、サンズにミスが出ます。今日二つ目のチームとしてはエラーになります。さあ、これでノーアウトランナー、二塁三塁です。はい。 さあ、このイーングもブレイズがチャンスをつかみ取りますノーアウトランナー二塁三塁詰まった当たりレフト前進レフト前進レフトつかみ取ってあっ 三塁ベース三塁キャパス、誰もいませんでしたこれも悪送球になって結果的にはワンヒットワンエラー2点を追加する形です、ブレイズレフトうまくさばきましたが三塁に投げて誰もいませんでしたレフトは宮崎です。 さあこれでブレイズ2桁11得点11安打11得点 <laughs> そしてバッターボックスは逆方を超えるバッティングうまい片山です。<laughs> 初球決まってます、ストライク。二球目、おっと、手が出ました。空振りでツーストライクです。ピッチャーはやや外。スライダーが外れて、カントワインドティー。 1塁に送ってこれでアウトカウントは1つ増えます。その間にランナーは2塁ストップしています。すこれでワンアウトランナー2塁ですね。うん、ワンアウトランナー2塁。 初球はストレート外れてワ1ボールです。今日は複ランダー、引っ張って1塁間を破っていく人が増えているというバッターボックスのカです。ボール2。 もう力のバッターが続きます。六番の肩木、その後は七番 DH バールがレクソクバッターサークルで待っています。肩木はいい体勢してますよね。どっしりしてますねー、うん。低い重心。はい。うん泳いで空振りです。 このチェンジアップ系のボール非常にいいですね。効果的です。いいですね、はい、うん。手が出そうになりました。止まりました。 引っ張っていってファウルです3-2外ストレート力のあるストレートでした空振の三振さあ2アウトまで来ました2アウトランナー2塁です 緩いボールだ。ええ。そうですね。うまいピッチングでした。さあ、ツーアウトランナー二塁と変わってバッターボックスは長打力のある。バーレです。ツボは持っているタイプのバッターです。 じゃあここもやや外寄りまっすぐは外に抜けてボールィー先ほどのマウンドから松井投手がマウンドに上がっているという3つ空振り。はいお さあ、このバッターで打ち取っておきたいマウンド上の松井です。チェンジアップは決まって、スリーチーバで持ってきました。フィルカントの勝負。これも変化球ですが、ファールです。 旧シ,ョショート前進うまくさばいて一塁速球ランニングスローを警戒でしたスリーアウトしかしこのインニングブレイズがもう2点追加2桁11得点11対3としています国立に引っ越したし夫の働き方が変わり都心から少し離れてみたて慣れない生活への不安はあるけれどあっさんね 子どもたちのこんな笑顔が見れるならここもいいかもしれない新しい生活をこの場所から安心の家賃保証はあなたにほん私たち「デル・カンパニー・リミテッド」は沖縄市にオフィスを構え沖縄市を中心に不動産事業飲食事業宿泊事業 酒類販売店など多岐にわたる事業を行いお客様従業員当社に関連する全ての人々が幸せになることを第一に考え地域に密着した企業として成長を続けてまいりますデルカンパニーリミテッド舞台は沖縄 ANA ボールパーク浦添えで行われています。 ジャパンウィンターリーグです今日と明日でアドバンスリーグこのリーグ戦も終了ということになりますこの時間はサンズのブレイズの一戦をお伝えしていますこのゲーム放送席ゲスト解説はお笑いコンビハンサムより中澤健太さんを招きして実況は田中大樹でお伝えをしていますさあいよいよ最終回に中澤さん入りましたね今日のゲームの感想ここまでいかがですか時間制限ある中で7回最終回まで、えー えー、入れるっていうのは、お、まあ、幸せですね、うん選手もいいんじゃないですかね、プレーする機会が多くてね。まあ、特に前半戦は非常にテンポよく進んでいきましたもんね。あとは天気がずっと持ってくれたのが何より、ね、そうですよね、結局、雨は落ちませんでしたね、かなり心配されましたけれども、晴、うん、れ男の中田健太さんが放送席に来てくださいましたので、ね、あお見事ですね。あ 半袖半ズボンで。半袖半ズボンだよ。雨降っててもこの格好で来る予定でしたか。そうですね。ええー。もう一応しゃべるのはしてないだろうなぁと思って。<laughs> 大丈夫かな,なか。おっしゃる通りです。ね、はい。まあ本当にこの12月の半ばでも半袖半ズボンで十分過ごせるというね今、うん、年の沖縄の気候になっています,す、ね。沖縄クリスマスも半袖ですからね。あ。 えそれは中田家だけじゃないですかそうです、ジェームズ。皆さんそうです。そうです、そうです。あのーこう、一生懸命頑張ってるカップルがマフラーとかマフぐらいで。いちょっと冬の感じを出そうかなという。ううでももう汗かいてますけどね。中田さんが、ね、はい、若い時は、じゃ半袖半ズボンで、お付けされてる方はマフラー巻いてみたいな時もあったわけですね。そうですね。はい。そして怒られてましたね。さあ、ゲームに行きましょうす。すごい切り替えでしたね。失礼いたしました。 初級セカンドうまく回り込んでさばきました、はい、非常に安定した守備力です19歳、うん、まあそして同じく19歳の先ほど途中からマウンドに上がった小林投手も冷静ですねすうんお題ね楽しみじゃないですかそうですねチームで先発狙ってる 1ワンアウトランナーなしでバッターボックスは3番のサンズロペスが入っています。三遊間、強い当たりを破っていきました。変化球をレフトに持っていきました、ロペス。さあ、1アウトランナー1塁です。チーム6本目のヒットが生まれたサンズです。 チームの特徴としてはサンズは力のあるバッターが非常に多いんですが少しこう大味な時がある、まあ、基本的にはこう繋いでいきたいというチームではあるという評価です一方のブレイズはベンチの雰囲気が非常に良くて今大会このリーグ戦で最もチームの雰囲気がいいそうですね確かに声出てますもんね出てますねえー、初球は外まっすぐが決まっています 変化球、縦の変化球、わずかに外れてワンドアン。マンド上は19歳180センチ、75キロの小林寛太投手です。うん、ストレート、おワと、ルになります。キャッチャーに当たりましたが大丈夫でしょうか。バッテリーは小林片木のバッテリーです。いや、まっすぐ非常にキレがありますね、19歳。 うーん気感があっていいですよね、うん、このジャパンウィンターリーグは応援と挑戦をつなぐデジタルギフトラフトを使って選手に応援コメントを送っていただいております関東マインドツーストレートはファールですまたメッセージいただいています ジャパンウィンターリーグの大ファンですという方からです。あいい去年より引き続き YouTube で観戦しています。選手の皆さん、どんどんアピールして夢をつかみましょうというメッセージいただいております。うん、YouTube でもね、うん、生配信されてますからね。そうですね。ぜひシェアしてはい。広げていただきた、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ハントワインドツー。変化球。これもファールにします。ピアノ追っていきますが、 うん、掴み取ることはできませんさあマウンド上の小林は追い込んではいます ラン,ト1エンド2打ち上げてレフト一旦下がってから前に出てきました前進ですこれでツーアウトランナー一塁です 初球はインコースへのカット系のボールが決まります。バッターボックスには5番ショートの鈴木が入っています。2アウトランナーへ一塁。ブレイズとしてはあと1人というところまで来ました。1塁形成。 2球目外まっすぐは136キロですカウントワイドワン いや、そうですね。相当腕振ってますね。躍動感あります。うん、さあ、ツーエンドワン、バッティングカウントにはなりました。バットボックスは鈴木。ライトに持ってきました。ライトに大きな当たり。入ったこれはサンドに届きました。ライトサンドに持ってきました。ええ、鈴木のライトポール際へのツーランホームラン。うまくバットに乗せて、ライトサンドでした。 この最終回も2点を返しましたサンズです。5番鈴木のツーランホームランで2点を返します。このゲーム2本目のホームランということになりました。いや今も打球切れずにね、うまくバットに乗せていきました。ライト前進です。ライト前。 つかみ取ってスリーアウトゲームセットサンズとブレイズの一戦は11対5でブレイズが勝利するということになりました11安打11得点のブレイズ一方のサンズは6安打5得点という内容でしたジャパンインターリーグ サンズとブレイズの一戦は11最後でブレイズが勝利するということになりました今日の放送席ゲストのお笑いコンビハンサム、中田健太さん、さあこのゲーム終わってみて、まず最初の感想、いかがでしょうかそうですね、結果的にはまあ打撃戦になってましたけどね、えー、でもピッチャーもなんか見どころのピッチャーも何も出てたんで、うん、そ,れそれぞれアピールするところはできたんじゃないかなと思いますけどね。いや まあ、あと、まあ、ブレイズの、ね、打線の力というのを感じるようなゲームでもありましたかね。配信でも一勝させてもらったその先発ブレイズ先発の佐々木バラとおっいましたいいピッチングでしたね。いや5回まで無失点、うんまあ、ほとんどこう不安定な感じはなく、まあ、常時安定したピッチングでしたもんね。 まあそして変化球が非常に光ってますかね。そうですね。うん。またサカバラファンになったんじゃないですか。だいぶ慣れましたね。慣れましたか。うん。まああとはやっぱりホームランを放ちました。うん、ブレイツの野次ル選手の打撃力、長打力はいかがでした。中継はやっぱりピッチャーとして本当に怖いんじゃないですかね。うーん。上が打ちそうな雰囲気で。はい。そうですね。うん またコメントをいただいております。ラフトにコメントありがとうございます。ヨシタンからも選手の皆さん頑張れ。画面越しから応援しています。まあ、ここで、ね、沖縄に来ることができないファンの皆さんからもたくさん今日はメッセージをいただくということになりました。うん、そうですね。配信見てる県外の皆さん、うん、ぜひこれを機会に、じゃあ、ハイタリーグを見に沖縄にも来てほしいです、ねはい、そうですよね。 そして、ね、中田さんにもぜひ会いに来ていただければと思いますの、ね、です、ね、僕、この辺をロろうろしてます <laughs>、はい。はい、今日は黄色い T シャツを、ねね、着てくださっておりますが、はい、さあそれでは画面の向こうの皆さんに向けてもそして選手の皆さんに向けて最後メッセージいただけますすか、うん、そうですねあのこのジャパンウインターリーグ、はい、これからも、ね、どん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 回数を重ねていって、はい、野球の底上げにこう貢献していただきたいですし、うん、見てる人たちは応援していただきたいです、ね。ははいそうですね <laughs> ジャパンウィータリーリ今日は 午前中の一戦、サンズとブレイズの一戦をお伝えしました。ブレイズが11歳後で勝利したというゲームをお伝えしました。放送好き、ゲスト解説は中田健太さん、実況は田中大輝でお伝えしました。中田さん、どうもありがとうございました。したこの辺りで失礼いたします。